第40回スーパーボールは2006年2月5日にミシガン州デトロイトのフォードフィールドで開催された NFL の試合2005年シーズンの NFL チャンピオンの座をかけて AFC 王者ピッツバーグスティーラーズと NFC 王者シアトルシーホークスが対戦した試合はスティーラーズがシーホークスを21から10で破って 1979年シーズン以来26年ぶり5回目のスーパーボール勝利を収めた。MVP はスティーラーズのワイドレシーバーであるハインズ・ウォードが受賞した。テレビ中継は ABC が担当。現時点で ABC が最後に中継したスーパーボールである。2005年の NFL シーズンは9月8日のベイトリオッツの開幕戦から始まり、 翌年1月1日まで、レギュラーシーズンが行われた。プレーオフは1月8日から始まり、NFC は、第1シードの CE ホークスが順当に、スーパーボールボール進出を決め、AFC は、第6シードのスティーラーズが第4シードベンガルズ、第1シードインディアナポリスコルツ、第2シードブロンコスを破り、ワイルドカードから、スーパーボール進出を決めた。 AFC チャンピオンシップゲームは、デンバーのインベスコフィールドアット、マイルハイで行われ、スティーラーズが34から17でブロンコスを破り、10年ぶりの優勝。NFC チャンピオンシップゲームは、シアトルのクエストフィールドで行われ、シーホークスが34から14でパンサーズを破り、チーム初のカンファレンス優勝とスーパーボール進出を決めた。この試合終了後、 スティーラーズの RBJ ローム・ベティスは現役引退を発表した。スーパーボウル開催地のデトロイトは彼の生まれ故郷であった。2010年、審判を務めたビル・リービーが第4球に2度の誤審を犯したことを認めた。ありがとうございます。